しのちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。今日はなんかすごいところに連れてこられました。秘密の秘密の、ね、秘密のラボです。まあ秘密のインソールですね。はい、もう言っちゃいました。言っちゃった、言っちゃったけどインソールです。インソールです。今日はインソールを紹介します。はい、私が使っているインソール、うんうんうん、ゴルフしてて足が疲れるなとか結構悩む人は多いと思うんですけれども、かなり多いと思います。多いよね。これいつから使ってるの？去年の今年の冬か。冬、ここスノボとかスキーの元々は専門なんですよね。うん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 。でまずは私スノボのインソールを作ってもらってて。なるほどね。それがまたすごいんですよ。へえ。なんか熱くなってきちゃった。もうスノボの話なんか熱くなってきた。はい。スノボの場合はインソールだけじゃなくて、なんかこの周りの部分っていうんですかね、インナーブーツだ、うんうんうん、インナーブーツ自体を自分の形に合わせられるんですよ。このぺったんこの部分だけじゃなくて、周りの部分も自分の足の形に揃えられてて、自分のくるぶしのこう形でこう、うん、ちょっとこううにゃーって出るような感じで、それがすごい良かったんですよ、まだ、うん、でゴルフのインソールもあると、あ、ゴルフのインソールもあるんだよねみたいな感じになって作ってもらったら、なんと足が疲れなくなった。あの後で見てもらった方が早いと思うんですけど、私の足扁平足なんですよ。ちょっと見たいですね。後ほどお楽しみ。あのちょうどそんなこんなで今日はね、こういう感じのところでですね、お二人を紹介したいと思います。フットプロの吉川です。フットプロの小林です。よろしくお願いします。プロフェッショナルのお二人と今日はインソールについて知りたいと思います。結構楽しみです。よろしくお願いします。それではまず足裏の面圧を見せていただきたいので、ちょっとこれ機械に乗る、一番リラックスできる状態で乗ってください。いい、乗りました。はい、そしたらまっすぐ前向いていただいて。すごい、なんか動いてますよ。はい、もうスキャンしてるので。え、なんかすごい動いてるよ、みほちゃん。これドキドキしますよね。これでもう自分の足の形がバレちゃいます。嘘。そうそう、私の扁平足これでバレバレになります。みほちゃんはさ、もしかしてさ全部ひっついちゃった感じ？あれ、なんでみんな笑ってるんですか？で、で今の画像出しますんで。あ、心さんの、はい、こちらが、はい、あちらがさ、心の足です。言っていいですか？はい、扁平足です。嘘。そうなんだ。サフマーズのところ色を思いっきりついてます、ね、ついてます。赤とかでもいいところはあります。え、足の指がついてる。え、なんか私褒められた記憶がないな。ない。でも確かに足の指全部浮いてるわけじゃなかった。ちょっと出ました、はい、あ、アワビの方出ました。こちら、でもこれで見ただけでももう分かるね。心さんの、左がちょっと、本当ですね、うん、左の方がしかもなんか甲が広く見える。ひっついてる。足です。浮いてる感じしますけどね。扁平足なんですか？、うん、すごい残念そうですね。出ました。てか、みほちゃんさ、めっちゃついてるね。私よりついてるわ。なんかね、もうね、ぺったんこ。てか、あとここがすごいさ、ここがすごいさ、疲れそう。全部くっついてますよね、私。もう真っ赤です。赤が多い。真っ赤です。私、黄色あったじゃん、結構。なんかさ、赤多くない？でもそれ、体重の問題じゃないですか？違いますか？でも、まんべんなくさ、全部に赤だよね、なんかこう。はい、もう全体にもう赤いです、私。重心位置。今どこに重心がかかってるかっていうのが、はい、ど真ん中です。杉山さんは。私。え、すごいじゃん、みほちゃん。扁平足だけど。赤い点がありますけど。ど真ん中です。なぜか。私、予想していい？私ね、左だと思うんだ。予想あります？左だと思う。いいじゃないですか。あれ、意外に真ん中だよ。意外に真ん中です。はい。意外に真ん中。でもなんかさ、左の足が開いてるのはなんでだろう。あ、それはもう別にやる。真ん中です。真ん中、心さんも全然全然。よかったよかった。いいサンプルっていうの見せましょうか。はい。あ、見たい見たい。見たいですか？じゃあ、違うの。え、だって、あ、みほちゃん色は近いよ。やっぱ乗ってるのはいいんだよ、全体的に。あ、でも、もうここが、ここが違うね。え、なんかもう全然違いますよね。全然違うでしょ。もうここの土マゾのところがちゃんと青く抜けてて。この辺全然つかないですもん。そう。で、指がちゃんとついてて、もうこれポイントです。これ、分かった。インソール入れたらこれになるってこと？そういうことです。これに近いです。じゃあ、ちょっとご用意しますんで、はい、今日靴お持ちにです。はい、持ってきました。じゃあ、ちょっと靴を。フット良いです。はい。じゃあ、ちょっとインソールをお借りしていきますか。はい。
これは通常のね。はい、これノーマルですよね。ノーマルのインソールですね。いや、カメラマン楽しいな。本当？ありがとう。いや、本当疲れるのよ。もうね、試合の時なんて1ラウンドで本当にもう本当もうガチガチになっちゃう。いや、もうでも分かります、すごい。私もすごいふくらはぎに来たりするんで、ね、あれなんか違う筋肉使うよね、試合って。なんかまあ気持ち的にこう緊張してるから硬くなってるのもあると思いますけど、でも普段そんなに歩きのラウンドって少ないじゃないですか。少ない。それもあると思います、やっぱ慣れてないというか。なんかすごいなんか変な動きとかしたのがこうやってた揉んだりとか、なんかこう伸ばしてみたりとか。むくみますよね。むくむ、うん、だから普段以上になんかそういうクエン酸とかさ、あ、むくまないような取っちゃう。ちょっとした何してるの、まあ、大したことはないですけど、インソールの組み合わせをちょっといろいろと考えて、こういう貼り合わせるんですね。心さんに合った、あの形を。これはこの色の違いは硬さの違いです。硬さの違いですか。この黒いのが一番硬くて、これが真ん中で、これが一番柔らかいです。そんな違うんだ。違います。結構黒と白で違くないですか。やばいやばい、鉄じゃないや、板もうガチガチで、ここのかかとのところはこういうクッションをこういうスポンジみたいなのを入れてます。これも本当はそこのところには何も入ってなくて、こういうのを入れて、でこういうなんか面白いパズルみたいですね。そうそうそう、組み合わせで全然こういうのを貼り付けて、はい、完全にオーダーメイド。オーダーメイドです。歩きのラウンド後の次の日の足の疲労度は全然違います、ね。へえ。もうだるくてだってうわーっていうのは、うん、なんかそうなるといろんなことも良くなりそうですよね、うん、結局いろんなことにウォーキングもそうだし、ラン走る方もそうだし、うんうん、今手掛けてるのはゴルフだけじゃなくて、まあ、テニスもそうだし、意外に水泳がこの前ちょっと言われてて、え、水泳って僕らも思ったんですけど、確かに飛び込む寸前までに履いてて体幹を整えた状態で整えてると左右の筋肉バランスがいいって言われて、それでこの前作った方は僕障害ベスト出ましたって言ってくれた方もいました。これ面白いですよ。はい、そしたら、はい、この台の上に上がっていただいて、ま、でこれからちょっと膝を出していただきたいんですけど、うん、そのまま膝をスッとこう膝柱のここの中心、うん、こっからまっすぐこういう棒を垂らすと、今だいたい人差し指ぐらいにだいたい膝頭の中心が落ちてるんですね。落ちてますね。で特にこっちの右足はもっとですよね。もっとね、うん、自分より。そうですよね、うんうん。これがまず今の状態なんですよ。はい。っていうのは結局これはここの土踏まずが内に落ちてることによって、これがいい状態なんですけど、これがこういう風になってるんですよ。ということは内側にこのかかとがこういう風に落ちてる。うんうんうん、なので膝もおのずとこっち側にこう入りやすくなる。はい。これを今からまっすぐ膝が入るように修正します、はい、本当に、うん、足は動かさないでください。はい。で、ここを一緒に上げていってください。ゆーっと、うん、こういうイメージ。あー、なんだこら。こういうイメージを持ってもらいたいですよ。はい。初めての形ですよね、うん、ちょっと初めてどこにも踏ん張れない感じ、うん、そう、今こうなってるから、少しこう外側に持っていくイメージ。こういう感じ。ここをこう上げる。うわー、そう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 、それ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 、これもうまさにそれ。これ左から肩を取ります、はい、片足ずつ取っていきますから、はい、左からはい、はい、で左足肩を取り始めます。はい、じゃあかかと上げてください。はい。で、こっからかかとを戻すときに、さっきのこれですね。まだね、指は上げなくていいです。こうそう、足をこう骨格をギュッと立ち上げるような感じで、すごい難しい。でかかとを下につけてください、はい、でね、膝は少し入れた状態。指が上がっちゃいます。もうちょっとかかと踏めます。かかと踏む、うん、あ、OK で、指先をキュッと上げます。指上げればできますね、なんか、うん、イメージが。うん、OK です。で、指上げたまま、はい、はいはいはい。もうちょっとでしっかり硬くなるんで、ちょっと待ってください。そうそう、はい、じゃあまたかかとぐーっと踏みつけながら、こっちの方が私なんかちょっと言うこと聞きますね。はい、そうなんですよ。あ、終わりですか。はい。あー、なんか気持ちよかったのに。お疲れ様でした。こちらが足跡です。はい。こっから何が起きるのか。
なんかできました。で、右足を、はい、はい、お、インソールが、インソールがね、はめられました。立ってもらって、え、すごいすごい、お客な感じする、なりますよね。また前に軽くスッと出してもらうと、綺麗に膝がまっすぐ入る。指隠れたよ、まっすぐ。そうでしょ。でも自分の中ではもうすっごい違和感です。はい、今の広がってる感じしますね。ここの膝の位置っていうのは、さっきこっちの親指の内側に来てたのが、はい、全然なんかね、指が見えないです。はい、あとね、さっきね、ちょっと不安定だったんですよね、曲げてるのが。はい、でもね、スッて曲がるよ。はい、しっかり踏める感じしますよね、なんか、うん、ちょっとね、腰がね、楽かも、あの今。やっぱりあの中心が決まるからですか。なんかね、なんか姿勢いい感じするもん。ヒッピッてしてると思うんです。お尻クッと持ち上がってると思うんです。これはモデル業にも。そうだね、私本業そっちなんですよ。本業に最適です。そうですよね、ちょっとモヒップアップ。杖、こういう風に行こうと思うと、もうさ、あれ、なんか外れちゃって、今体の位置が不安定になりますね。なっちゃうから、なんかこうやってやろうと思ったら、なんかこうなるね。中心が、軸ができる感じですか。なんかすごいね、もう見た目がね、ここが盛り上がってる。もういつもここないからさ、見た目がもう盛り上がってる。いつもよりここが高くなった。あ、でもちゃんと閉まります。立ってみよう。どうですか。違和感は特にありません。あそこに立ってたほど違和感はない。これで普通にゴルフです。はい、でもなんかね、左右でね、高いところがちょっと違う。あ、もうそれも合わせて作ってるんですね、やっぱり。で、上がり方が違うんだ。右側はかかとの方がちょっとこうなってるけど、左側は前の方がちょっとこうなってる。ちょっとこれで足の疲れも、ね、軽減されるでしょう。ちょっと楽しみですね、ラウンド行くのが。はい、はい、みおちゃん、はい、ありがとうございました。どうでしたか。いや、なんかね、全然違う。あのね、自分の足りないところに何かがある。なんかもう本当に足がこうなって、あ、そうこうしてる感じですよね。そうで、あの普段はやっぱ内側によっぽど行ってたんだなっていうのを感じた、膝小僧が、うん、でもこれが果たしてそんなに体にどう影響するのかっていうのはまだ分かんないから、実際にラウンドをしてみて、それを感じたいなと、検証ですね、検証。思います。ただね、手が込んでましたよ。すごいですね。これ気になったのが、こんだけされたら、うん、値段が高そうだなって。オーダーメイドですかね。完全なる。で、これは一体おいくらぐらいでできるんでしょうかっていう。こちら、なんと。なんと、はい。2万円バージョンと3万円バージョンがあります。おっ、1回ラウンド。そうですね、1回ラウンド我慢すれば手が届く。届きます、はい、はい。じゃあ皆さん、気になった方はぜひ概要欄のリンクから、あのホームページなど貼っておきますんで、あの問い合わせしてみてください。でもね、かなり手が込んでるから、2万円だったら、うん、1回ラウンド行かないでこれに作りに行こう、うん、かける意味はあるかなと思います。面白かったです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今日のコメント欄は、足が疲れるかラウンドで、あなたはインソールなどにこだわっていますかなど、まあ、インソールに関するコメントですね、靴に関するコメント、何でもいいです。お待ちしてます。バイバーイ。